パープル、本当に申し訳ございません。今日なんですけども、このギターがあるということは、前の動画に引き続いてミュージックタウン土浦店お借りしております。ありがとうございます。今日はですね、これについて、ピックについてのお話です。リスタートするにあたりまして、動画全部消しちゃったんですが、その消した動画の中にこのピックについての話も入ってました。で、改めてね、今の私の考えとして、これについてやるということで、新たに動画をアップさせていただきます。イヤホー。で、このピックなんですけどね、今使ってるのはフェンダーのミディアムティアドロップ型です。これ結構柔らかいピックでですね、ぐにゃって曲がります。それぐらい柔らかいピックなんですね。で、今なんでこれ使ってるかっていうと、理由が2つあります。1つはイングヴェ・マルムスティンのシグネーチャーの2ミリを私は昔から使ってたんですが、そのイングヴェ・マルムスティンシグネーチャーのピックがリニューアルされることになりましたね。で、それでバラ売りではなくて袋売り、パッケージ売りになって6枚で1500円っていう非常に高いお値段になってしまいました。そのリニューアルされる前は1枚100円で買えたんですよね。だからコストがかかるなと。今後ギターを弾く上でね、一番消耗するピックがそんな高いもんだったら、ちょっとね、やっていけねえと。まあ、そんなわずかな額だからね、その言ってんじゃねえとか思う人いるかもしれないですけど、これ結構でかいんじゃないですか。皆さんでもそうだったと思いますよ。だから、それに代わるね、なんかいいピックがあるんだったら、この機会に新しいものを試してみたいな、ということを考えまして、変えたっていうのが一つ。もう一つは、志麻さんが使っているからです。っていうので2つで、値段的なことを言えば、これね、1枚50円なんですよ。そこね、ミュージックプラントのレジの前にこれ売ってるんですけど、今値札チェックしてきたら50円でした。だからこれ3枚イコールイングヴェ・マルムスティンのあの白のシグネチャー1枚になるわけですね。だいたいコストパフォーマンスの面で言ってもこれはね、最強っていうピックだと今は自負しています。これを使うことによって、まあ、どういう変化が出てきたのかということをね、これをお話しさせていただきます。で、これをね、使い出した当時はね、やっぱ本当苦労しました。変えた時期で言うと、以前も紹介しましたコンチェルトムーンのフラグメンツオブザムーン25周年の動画としてあげましたセーブマイオンライフ、あれを作ってる途中だったんです。だからあの動画っていうのは、この前もお話しした刻みの面ですげえ苦労したっていうことと、このピックのね、柔らかさに慣れるっていうところでものすごい苦労したんですよ。これ普通にこう弾いたら曲がりますからね。それぐらいやわいピックなんで、昔のイングヴェ・マルムスティンシグネーチャー2ミリのようなピッキングしてたら何にも弾けないんですよ。だからその刻みの面とこのピックの使い方をもう同時にマスターした上であの動画を撮らなきゃいけないっていうような、自分にものすごい課題がのしかかってた動画だったんですよ。それをね、苦労しながらも何とかやったんですが、それによってね、もう本当にいろんなものを身につけられたということで、これも大御所にすごい感謝してます。私はこのピックに変えたことでいろんなことが見えてきたと。別にこれイングヴェ・マルムスティンシグネーチャーのピックが悪いって言ってんじゃないですよ。うん、その見えなかったことも見えてきたっていう話だってね。もちろんそのイングヴェ・マルムスティンシグネーチャーを使ってて分かった発見っていうのもたくさんありました。それと同じようにこれに変えたことによって分かったことっていうのもたくさんあるんだっていう意味で捉えてくださいね。一番大きかったのは、弦の感触がピックからね、通じて体に伝わってくるのがよく分かるようになったってことですね。王者の言い分ですとね、2ミリの厚いピックを使ってるのは、こう弦を弾くっていうのを脳から指令が出た時に、このピック自体がこう曲がっちゃうとワンテンポ行動が遅れる可能性があると。だそういうのを防ぐためにピックは硬いものがいいっていうのを王者言ってるわけですよね。私もそれはね、すごい痛感してました。2ミリのピックを使った時にね、やっぱその反応性っていうのかな、自分がこう弾きたいってなった時に弾けるっていうところのやっぱ便利さっていうのはものすごい感じてました。だけどその反面、
前の動画でも話しましたが、右と左が合わないっていうジレンマにずっと悩んできてたわけです。それを今思うとね、原因は何だったのかなということをね考えると、弦の感触が分かんなかったっていうことに尽きるっていう答えを見ました最近。なんでかって、やっぱりこっちで押さえて弾いた時の弾いてるんだっていう感触がね、このピックだとものすごい伝わってくるんです。もちろんあの2ミリの硬いピックでも弾いてるっていうのは分かるんですけど、その情報量が少なくて私の中では左右がちょうど釣り合えるぐらいの分量ではなかったっていうことなわけですよね。だからこの薄いピックに変えたことで弦をこう弾いて、弾いた時の感触っていうのがピックを通じて手に伝わり頭に入ってくるっていうので、左手はもう弦を押さえてるわけですから、弦の感触があるわけですよね。それと同じぐらいに右手も弦の感触が分かるようになった。だから右と左がぴったりと合うようになって、タイミングがパチッと合うようになったというように、今はそう答えが導き出されてきました。だからこのピックをね使うことによってね、まあ、デメリットの方言う人の多いですよ。曲がる、もしくはこれ割れるとかね。だけれども裏を返せば、これ曲げないようにするピッキングもやればいいわけであって、しかもこれ割れないようにするピッキングをすればいいわけじゃないですか。ってなったら、この右手のねピッキングの仕方、いろいろ改良ができるわけで、無駄な力を抜いたりとか、無駄な動きをなくしたりとか、そういうのをなくしてったら、これ死ななくなるし、割れもしないし、私このピック使って割ったこと一回もないですよ、うん、そういうことができるようになるのと、もう一つでかい利点としては、これね、弦とピックをこうフラットに当てるじゃないですか。その時の当たってる時間が非常に長くなったっていうことですね。だから音がはっきりと出てくる。まあプレイの仕方は個人差あるかもしれないですけど、私にとってしっかり押さえてピックと弦をフラットに当てこう弾くってなった時には、2ミリのピックだと硬くてもさっと離れるような感じだったのが、しっかりとこう弦とピックがこう収まってね、こう極端に言えばね当たってるっていう感触になる。それによって伝わるものも伝わってくるし、出てくる音もはっきりになるしっていう、いいことの面の方が多かったです。だからこのピックに慣れる練習っていうのがものすごい自分にとっては苦痛でもあるし、逆に自分を鍛えるものすごい練習になった。だから今このピックはもうものすごい私には感謝すべき一品ですねっていうふうに捉えてます。だからこのピックね、私はおすすめしたいですね、うん、柔らかくて弾きづらいかもしれないけど、騙されたと思ってやってみてください。今ね、いろんなカラーバリエーションがあって、赤もあったり、まあこれ別光ですけど、緑、青もありますよね。まあ緑とか青とか赤っていうのは売ってるところがなんか限られているようで、ミュージックプラントはちょっと置いてないみたいなんですけど、だけどコストパフォーマンスも優れ、結構いいピック、いろんな練習にもなるというところでおすすめできます。はい、というところで、私は今このピックを使ってるんだよっていうことを改めてお知らせする動画作らせていただきました。皆さんも機会があれば使ってみてください。ということで、アントニオさんでした。